皆さんお疲れ様です。野郎さんを圧倒した勢いそのままに、次はバウタウンに向かいます。バウタウンのジムリーダー、ルリナさんは水タイプ使いなので、一筋縄ではいかないでしょう。ここから5番道路です。トレーナーはしっかり避けていきましょう。ここにはアズカリ屋さんがあり、不可源泉ゆかりの地となっています。今作はワイルドエリアにもあるので、そちらを使う人も多いですね。何やらエール弾が陰キャに絡んでいますね。恐喝かな？なんだか助けを求められたので戦います。10倍速で。迷惑な人たちだ。ということで、自転車をもらいました。ロトムが入っている自転車らしいです。電力が溜まるとターボダッシュのように加速できますが、少しダッシュすると再び電力が溜まるまでダッシュできません。自転車使用中は衣装が変わります。あ。またか。この時、朝起きて仕事に行きたくないような感覚になっています。トレーニングをするようです。10倍速で。さあ、先を急ぎましょう。バウタウンに到着です。ここは海辺の港町でしょうか。灯台もあっていい雰囲気ですね。まずポケ船に寄ります。あと、オートセーブを切りました。配線時にもしかしたらセーブされてしまうかもしれないので。道端にはローズ会長ご一行が。さっきはスーツでしたが、今回は私服で登場。おしゃれ、なのかな？隣のお姉さんはオリーブさんです。厳しい感じの秘書ですね。ビートくん、忠誠を尽くすお方に忘れられていますね。過去に何かあった二人のようですが、後のワンシーンでその描写は終わり、特に掘り下げられません。ビートくんはいろいろとかわいそうな道を行きます。ローズ委員長がバッジを獲得したらお祝いしてくれるそうなので、さっさとルリナさんを倒しに行きましょう。しかし、ルリナさんはジムにはおらず、灯台に呼びに行くことになります。これは HH。なぜか有名人らしいです。チャンピオンの推薦効果でしょうか。ルリナさんのリーグカードをもらいました。見ると野郎さんをライバル視するも、当人には相手にされていないことがわかります。野郎さんはマイペースですね。さあ、ルリナさんを呼び戻したので、これでジムチャレンジができます。しかしその前に、傷薬系のアイテムを補充してから行きましょう。ということでバウスタジアム。ボール外からはルアーボールがもらえます。こういうのって、なかなか使えないで結局余してしまうんですよね。っていうか、スタジアム内にショップがあるの忘れて、ポケセンで買ってましたね。まあ、いいや。エチエチなお姉さんの受付を済ませ、いざジム挑戦。なんだかマリオ感のあるジムですね。
水タイプジムらしいギミックですな。天井から流れる水は、ジム内のスイッチを押すことで、止まったり流れたりします。これらをうまく使って、ゴールを目指すチャレンジですね。非常に面白いと思います。一応レポート書いておきましょう。最初のトレーナーはかわせないので戦います。相手はおたまろ。さすがの一撃。これがスイッチです。押すとスイッチの色に対応した流水部分が変化します。そして次のトレーナーも強制戦闘のようですね。相手はクラブです。内定おめでとう。続いて平画に。お前も内定もらってたのか。どうしても反動ダメージがあるのでこまめに回復しないとですね。このトレーナーは回避できます。先に黄色のスイッチを押してから、赤色のスイッチ、そして最後に青色のスイッチを押せば、実際はこの音鳴りませんけどね。さあ、早くも前半の山場となるでしょう。ルリナ戦です。正直、普通にブースターで挑んだら、ここでかなりの時間を費やすことになると思ったので、今回は育成して技を覚えさせたブースターを使っている次第です。通常では、ルリナのエース、かじり亀に10倍以上で通る技がこの段階では覚えられないのです。仮にその状態で攻略するならば、砂かけで運ゲーに持ち込むか、甘える連打で攻撃を落とし、半減不一致のノーマル技で攻撃する、といった攻略法になりそうです。しかし、バカ力は攻撃と防御が下がるので使いどころは限られます。レベルもほとんど差がないので、育成したブースターといえど、楽勝とはいかないでしょう。今回のミッションは小さい子だとクリアできない子もいそうですね。ほんと HH。初見も思っていたのですが、ここ、手の比率大きすぎません。初手は土佐キントです。相手の手持ちは3匹で、かじり亀は最後です。従って、2匹はバカ力からなしで突破したいところ。クラブを落とせたフレアドライブですから、土佐キントも一撃でいけるんじゃないですかね。威力144相当のタイプ1フレアドライブは、水すらも焼き尽くす。なん、だと？こいつ、耐え上がった。そして混乱、これはきついか？ここで自傷すると負けてしまうぞ。動いてくれよ、ブースター。あ。トサキントがランス帯だったかもしれないけど、電光石火から入る方がいいかもしれない。電光石火2発で倒せれば反動ないですし、2ターン目がフレアドライブでも、さっきよりは反動が少ないはず。さあ、どれほど入るのか。これは3発打たないとダメですね。2ターン目はフレアドライブが必要になりますな。トサキントは突破しましたが、水の波動と反動ダメージを追って2匹目に。確かマスが来ました。
こいつをフレアドライブで倒しても、後続のカジリガメがきつくなりますね。カジリガメはダイマックスして一撃で倒せばいいよね。よし、それならフレアドライブで。なに？しまった、耐えたけど反動が。確かマスは電光石火2発で倒せば、反動なく倒せるからそうしよう。お、トサキントに急所はうまいですね。これなら次も電光石火で倒せて反動がないぞ。混乱ですか。自覚を見せてくれよ、ブースター。よしよし、いいぞ。二連急所、これは縁起が良いですね。問題の確かます。こいつにも電光石火だ。よし、先行は取れてますね。乱数で倒せるのか微妙なところ。ここは息づぐすりで回復し、アクアジェット一発分のダメージで抑え、カジリガメ戦に臨むとしましょう。強化アイテムは禁止したけど、回復アイテムはさすがに許してね。24のダメージですね。これでカジリガメの一撃を耐えられれば、勝ちは確定と言えるのですが。よし、自傷もせずに偉いじゃないかブースター。倒しきれなかったですね。まあもう一回回復すれば同じことですよ。これでちょうど体力満タン。さっきと同じダメージですね。まあオケです。混乱もここで解けました。確かマスを突破。さあ、エース対決だ。気張っていこうぜ。カジリガメです。炎タイプからすれば、相性最悪な相手ですね。ゆえに、ここは一撃で決めたいところ。さあ、ダイマックスだ。すごい鳴き声。ルリナさんのカジリガメもダイマックス。カジリガメは巨大マックスという特別なダイマックス個体も存在しますが、ルリナさんのカジリガメは通常個体みたいですね。さあ、ダイマックスで威力が増したバカ力から、元いダイナックルで沈むがいい。え？ちょっと今、4割くらいしか削れていなかったのでは？いやしかし、こちらはダイナックルの効果で攻撃が上がっている。これを耐えられれば次のターンは倒せるはず。耐えてくれブースもう気づきましたよ、ルリナの勝ち方。勝利の方程式ってやつをね。
ダイマックスでダイナックルとかしたバカ力からは、能力減少がなくなり、むしろ攻撃が上がる。そしてダイマックスは3ターン継続。つまり、初手からダイマックスして、トサキンとトサシカマスを一撃で倒せれば、カジリガメに攻撃2段階上昇のダイナックルをぶちかませるのです。勝利方法はこれしかないぞ、ブースター。さあ、手始めに安っぽい金魚を飛ばして景気づけだ。王の鉄拳を食らうがいい。こいつこんなに硬いのか？しまった、ここで2ターン費やしたら、カジリガメにダイマックス状態で挑めないじゃないか。仕方ない、通常状態のブースターで挑むしかないですね。とりあえず、これで攻撃は2段階上昇。あれ？よくよく考えると。カジリガメへのダメージが4割くらいだったから、2段階上昇で攻撃2倍になっても倒しきれなかったのでは？そうなると、サシカマスにもダイナックルを当て、攻撃を3段階上昇で挑める今がベストな状態かもしれない。トサキントがあそこで耐えてくれたおかげか。トサキントさん、安っぽい金魚とか言ってすみませんでした。まあ、何はともあれ。おそらく最も勝利に近い状態に持っていけました。果たして、育成したブースターじゃなければ何度負けていたことか。再び合間見えます、エースのカジリガメ。そしてこちらは3ターン経過し、ブースターのダイマックスが解除。もうダイナックルは撃てません。しかし、攻撃は3段階上昇。カジリガメを飛ばす準備は整ったと言えるでしょう。あとはぶちかますのみ。渾身のバカ力を。カジリガメはダイマックス。しかし、私はもう勝ったつもりでいますよ。あなたの敗因は、たった一つです。ルリナさん。たった一つの、シンプルな答えです。あなたのトサキントは、硬すぎた。硬すぎたゆえに、このブースターに強くなる隙を与えてしまったのですよ。少々手こずりましたが、ルリナさんを撃破です。負けた時の表情のギャップがいいですね。水バッジを手に入れました。これでブースターもレベル40までいうことを聞いてくれます。次はエンジン式の末部カグさんと戦います。技マシンは渦潮をもらいました。当然ですが使えませんね。ルリナさんの衣装をもらいました。男の子主人公が来てもエチエチにはなりませんか。外に出るとオリーブさんが待ち構えていました。委員長がお祝いしてくれる件ですね。まあ、その辺は次回で見ていきましょう。ということで、今回はここまでです。ご視聴、ありがとうございました。